お疲れ様です。ラットです。今回はですね、まあ、新環境になったんで、まあ、デッキ紹介ということで、まあ、やっていくんですけど、今回はですね、こちらの、まあ、ロイヤルジャイアントデッキでございます。ということで、前にも、ロイジャイアントデッキを紹介したと思うんですけど、まあ、今回ちょっと中身が違いますね。ということで、まあ、違うパターンのロイジャイってことで、まあ、やっていくんですけど、まあまあもうすでにちょくちょく見られてるかもしれないんですけど、もうこのデッキのやつですね。この方も、もうなんか、ちょっと流行ってて、まあ使っててすげえ強いなって思ったんで、まあ紹介します。はい。ってことで、こんな感じでやって、まあこれどれも相手展開プレイヤーなんですけど、このペッカ迫撃とかにも勝てて、そう意外とまあロイジャイって言ったらペッカがしんどいイメージもあって迫撃もあったんですけど、まあ勝ててっていうので、まあ結果ロイジャイが強いですね。本当になんかそんなに入るみたいな感じでめっちゃ削ってくれるんで、まあ、とりあえずロイジャイ使っとこうっていう感じがありますね。っていうので、まあ、やってみます。これは縦線出してカウンターにロイジャイ出したいですね。これ相手が攻めすぎてるから。で、ガゴも出してあげて。これは痛いな。これ痛い。このインドラが、あのインドラが痛い。いや、めっちゃ攻めてくるやん、この人。これトレネで吸ってあげて、アイスイーズでインドラ防衛して、オッケー。オッケー、相手は人技っすね。よいしょ。ってことで、問題がマジアチャが、なかなか処理が苦しいなっていうぐらいで、もうこれはオーブンで受けてあげます。でも、このマジアチャはロリババで。オッケー。オッケー。って感じで、これから守っていくんですけど、問題が、インドラですね。このデッキもなんですけど、トルネアイスイズガゴで、まあ、ライトニングマって、対空に対しての防衛はできるんですけど、問題が攻めれるかどうかっていうところで、まあまあこれは後ろからですね。今端前に出してたとしてもアイゴレインドラとかインドラで瞬読されてたので、もう後ろからですね、組んであげます。これライトニングっていいみたいなのがある、ゴースに当たってるよね。ってことで、打ってあげて、これは、ああ、相手がうまい。まあ、ここは、ロリババ。痛い、痛い。やばい、ロリババの出す位置が下手くそみたいなのがあるっすね。さあ、まあまあ、言うてこっからみたいなのがありますからね。オーブン出して、これもう一個前でもよかったんですけど、そしたらマジアチャにめっちゃ削られるかなと思ったんで。ロイジャイ、まあ、インドラ今度高めに来るっすね、それは。これしっかり防衛っすね。ロイジャイのダメージがやっぱ確実に入ってるんで、この防衛さえしっかりできれば。あ、待って、ミスった、やばい。それやった。いて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 、マジアチャがいて。けど、このロリババがやっぱマジアチャに対して優秀。これしっかり防衛っすね。一回しっかり防衛して、相手のインドラがすげえ厄介ですね。もうでも言うて出してしまえばいいみたいなとこです。いやー、トルネで剥がしてもよかったですけど、ちょいまだ怖いんで一回まだ待ちですね。これ多分ライトニングボーイしてもいいけどな。いや、ロリババっすね。オッケー、ロリババでしっかり処理して、縦線、あとトルネードもあるんでね。ここで、OK。一旦危ないけども、まあまあなんとかやっていきますね。オーブンで防衛で、マジアチャにはロリババ。後ろに行け、OK。やばい、これバブに入る。危ない危ない危ない。危ないよ、しかも今縦線裂いたから。問題がここですね、ここが危ない。ここもでも攻めたいですね。でこれインドラ来るからガゴ出して、あるよ、あるよ、あるよ。これトルネで、
吸ってあげて2体とも OK 入ってくれ。でこれライトニング打ったらワンチャン終わる。ライトニングのダメージが分かんない。あほーってことで、まあまあザロイジャイが強いみたいな感じの試合ですね。危ない危ないですけど、多分もう本当に僕がまだまだロイジャイに慣れてないっていうだけで、ロリバウとかあれも慣れたらマジアチャの防衛とかも楽ですし、もっと楽に勝てるんじゃないのって思いますね。いやこれだるいな、ライトニングがないからあのエリポンが壊せないですよねっていうので、これガゴ縦線も出してあげて、オッケーオッケーオッケー、まあ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 痛いけども、あいつはジャイ三子かな、かそのジャイをワンチャンロイジャイに変えたロイジャイ三子みたいなところはありますね。あーこれロリババ使えばよかった。そう、使うタイミングを意外と失いますよね。これガゴムレ来たら厄介なんでオーブン出します。これでもうガゴムレ相手は出せない。出てきた、オッケー。えロイジャ落とすくねたわ。さてはいいよ、あと一発や。いや370だからこれオーブンで溶ける。はいはい、これはでもやばいですね。エリクサーのアドがえげつないんで、これ30死にライトニングパパパーンって決めて、まあ3アド回収して、で問題がここですね。ここの防衛が鬼しんどいですね。そうなりますよね。これ縦線でこっち防衛、このジャイアントをな、まあ許容するしかないですよね。痛えよってことで、もうオーブンで残り削りきつつ、相手リポイントからここで攻めるしかないってことで攻める。 OK、 ギャング来たらロリババ、いやこれ守れますね相手。やばい、トリネミスった。そんなことある、そんなことある、耐えて。 OK、 痛い、俺は450耐える、300耐える、トゥトゥトゥ早く、トゥトゥトゥ、 OK、 これ相手焦りってことで、これはまだてかもう守れますね。でもガゴムレかなんか来るから、それしっかりトリネで吸ってあげて、でギャング来たらロリババ、あギャングじゃない、オッケーオッケーオッケー、年入るな、うおいしょ、やばい、えけどこういう時のためのロイジャイ、これも一発370言うて怖いみたいなところです。これもオーブン出してロリババを転がして、やばいロリババズレた、いや言うて大丈夫、 OK 耐えたよ耐えたよ、ロイジェイ出したら勝ち、ロイジェイ出したら勝ち。で一つ警戒がここに30し来ることなんですけど、先に削っちゃえばいいか。あ呼ばれてた、一発 OK 勝った、やば、今タワーを刺すとガゴムレの攻撃受けてる中で2発ご利用しましたからね今。やばいっすよね、まず。普通に一発370。一発370ってやばいな。やばい。マジで調子いいっすね。ってことで、まあラスト。ってことね、もう一戦っすね。よし。よし。ってことで。さあ、勝ちたいっすね。とりあえず、まあ、オーブンですね。とりあえずオーブン置いて、トルネードもあるんで、まあ、逆サイホグも、そこまで怖くないですし、迫撃かな？このトルネード吸ってあげて、よいしょ。多分、この相手のディガーの位置は、
相手はオーブ持ってるからトルネードないだろうってやつなんですけど、まあそこ残念って言った形で、ここどうせコスト守るんでロリババ出してあげて、オッケー、これ入る、あ惜しい、オッケー、もうこのバーバリアの2発が美味しいみたいな感じする。これも縦線出してカウンターでこのままロイジャーつけて勝ったくねってやつです。おお、バーバリアン。間なんか変わってますね。よいしょ。やば、もうめっちゃエロ。オッケー。今3発で、今ので1000ですからね。ロイジャー3発で1000ってやばいですからね。普通に。よいしょ。で、またあとはこれ勝手にオーブンが削ってくれて、これロリババ。よいしょ。そう、たまにウッドねーって思うんすよ、マジで。やべ、ウッドねーって思うんすけど、実はロリババ。よいしょ、それことないんで、ガゴ咲いて、縦線も咲いていいかな。おや、マジですることない。相手何も出してくれないやん。これはトルネードっすね。よいしょ。まあトルネードも両方あるんでね。これをうまく使っていけば、防衛もしっかりできると思うんで。よいしょ。オーブン置きまーす。とりあえずオーブン。また、もう最悪ライトニング削りとかもいけるんで。まあ別にロイジャー出すか。で、バーバリアン来る。で、まあでもちょうどファイスピがある。あー。一発おいしょ。もう一発入れば勝ち。で、これ逆、これはオーブンに釣られてロイジェイが入らないダメージ。で、もう一回オーブン置いてあげる。もう相手のロイジェイは完封できて、みたいな。めっちゃすごいデッキする。コロコロしてあげて、気持ちね。気持ち大事、コロコロ。もう勝ちましたね。勝ち。これだって何されても入らないです、相手の攻撃。で、オーブンもあるから、よいしょ。あとは、446なんで、まあ、ロイジェ一発通さないといけないですね。ん？おや？ってことで、グッドゲーム！今日は調子良きですね。といった感じで、今日は、3連勝ということで、まあ、調子良きで終わりましたね。なんで皆さん、はい、こちらのデッキ、良ければ、使ってみてください。強いです。使いやすいとは思いますんで、ぜひぜひぜひ、使ってみてください。ということで、終わります。